私が真の三国無双だ。天下無双の戦人とは俺のことよ。アリスラを送る。ここですね。エルセウス。さっきとアテナの軍は戦っているみたいです。やっぱり目的はエルセウス殿なんでしょうか。アテナより先にペルセウス殿を救い出さなければ。ダッキを探し居場所を問いただしましょう。絶対に負けられぬ。二軍を同時に敵に回す。まさしく手腕。ユキリ、この指示に切り込む覚悟はあるやつ。先駆けはこの雪村にお任せを。よっしゃ。あちこちで混戦になっているみたいです。見つかるでしょうか。我らも進軍し敵を引きつけよう。そうすれば雪村殿も動きやすくなるはず。力いっぱい暴れればいいってことですよね。私頑張ります。敵が迫ってきた。神気発動に。あの男を大いに揺さぶっています。ペルセウスはどこだ。
隠し立てはためにならぬぞ。よくおい、教えてあげるわよ。私に勝てたらね。突撃。さすがです。あなたならばと思っておりました。さらに部隊を投入しよう。宗則殿、そう堅実に期待させてもらう。どれだけ派手に暴れてくれても構わない。おじさん、不殺が心情だろう。暴れろと言われても今も行くかどうか。予防線を張っていいな。食えぬ男だよ。第一陣、散開してペルセウスを捜索せよ。邪魔な敵は蹴散らして進め。ダッキの狙いは一体何だ。第二陣、進軍を開始しろ。敵を打ち払いつつ進め。この調子なら予定も早まるわよね、オロチ様。第三陣、行け。ダッキ軍も連合軍も全て押し潰せ。すごい目を振り回してるな。ちょっとおじさんに見せてくれないか。いいですよ。でもすごいかな。結構軽いけど。さすがです。あなたならばと思っておりました。こちらも次の手を打つとし。なんだかさっき軍の城が騒がしいよ。さらに軍勢を送り込むか。
両軍入り乱れての地獄。
本当にどうかしてる。そうですよね。
でした。ペルセウス、その男をこちらに渡せ。いや、あの女怖すぎ。ちょっと早く私を守って。孫悟空参上。遊んでくれるのは誰かな。お前邪魔をするな。敵は私たちが引きつける。雪村殿はこの隙にペルセウス殿。はい、ペルセウス殿、今参ります。全員雪村を援護せよ。雪村殿、ペルセウス殿を救ってください。雪村さん、奴は渡さねえぜ。俺様を倒せるってんなら話は別だけどな。ん？あ？こら悟空、もうまた悪さばっかり。みんなを通してあげて。あ、お人様、いや、あ、そのあの、おっと、ペルセウスは私の獲物だ。邪魔をするな。だったら雪村さんたちを行かせてあげて。ほら悟空も、みんな困ってるでしょ。お師匠様、これには深いわけがありまして、ちょっと引っ込んでてくださいよ。はい、出るぞ。はい、若そう。来て、ペルセウスを捕らえられるか。あ、雪村さん、いいところに。ちょっと手伝ってくれるかな。はあ、あなたはなぜ私のことを。俺と遊んでくれんのかい。やられちまったか。第三党、計画通りみんな戦いまくってくれたわね。ペルセウスさん、行きましょう。ペルセウス殿、すぐそばまで迫りながら救えぬとは。でもご無事なことは。悟空が悪そう。うぬは旋回のもの。ああ、みんなはっきりは覚えてないんだっけ。そうなの、やっと私も。はい、よろしくお願いし。それにしてもまるで